第11回スーパーボールは1977年1月9日にカリフォルニア州パサデナのローズボールで行われた11回目のスーパーボール。AFC チャンピオンであるオークランドレイダースと NFC チャンピオンであるミネソタバイキングスの対戦。レイダースがバイキングスを32から14で破って2度目の出場で初のスーパーボール制覇を果たした。MVP は レーダースの WR、フレッド・ビレトニコフが受賞した。観客動員は10万421人でスーパーボール記録となった。QB 兼ステーブラーがシーズン MVP に選ばれたオークランドレーダースが有利と予想された。1975年3月19日、ホノルルで開催されたオーナー会議で第11回スーパーボールを カリフォルニア州パサデナで開催することが決定した、レーダースは第2回スーパーボールに敗北して、以来2度目のスーパーボール出場となった。スーパーボールに敗退した2年後、ジョン・マッテンがヘッドコーチに就任した。マッテンの下、レーダースは8シーズンで88勝22敗7分、勝率772の好成績を記録した。しかし、 プレーオフで6回敗退したため、この第11回スーパーボールがマッテンにとって、初めてのスーパーボール出場となった。バドグラント率いるバイキングスは、レギュラーシーズンで11勝2敗1分の成績を残し、過去9シーズンで8回目の NFC、中築優勝をし、8シーズンで4度目のスーパーボール出場を果たした。バイキングスは、スーパーボールに4回出場を果たした。 最初のチームである、レーダースディフェンスは、バイキングスを前半無得点に抑えた。RB ・クラレンス・デイビスは、パープルピープル、イーターズと呼ばれているバイキングスのディフェンスを相手に16回の、ランで137ヤードを走った。フレッドビレトニコフは4回のレシーブでタッチダウンは、なかったものの彼のレシーブ後、レーダースは3回でタッチダウンを上げた。 全米でのテレビ中継は300万ドルで NBC が担当した。1分間の CM 放映権料が25万ドルであった。また衛星中継、録画でイギリス、フランス、日本など15カ国でも放送された。ありがとうございます。